はい、ということで、えっ、ー、と、ライブの配信が始まったので、これ以降は、えー、公開されちゃってます。はい。えー、というところで、えっ、ー、と、今日は、え月、ー、に1回のオンラインハッカーソンの6月の発生発表ということで、えー、スタートが先週のゼミですね。で、1週間、えっ、ー、と、時間を調整しながら、各チームごとにタン、あの、テーマを設定して、えっ、ー、と、基本、 発火素なのでプロトタイプまではきちんと作るというところで、えー、と各チーム発表時間は5分です。はい、で、えー、と今回は、えー、GitHub の、えー、テーマはまず、えー、各チームごとに任せて、まあ、今までは、えー、と割と古橋が課題を出しながらどれか好きなものを取ってみたいな形でやってたのを今回は完全に学生が全部自力で考えて、えー、発表までいくと。 いうところで逆に言うと古橋からの課題は、えー、作業の状況も含めて、えー、GitHub プロジェクトというタスク管理ツールですね、えー、と各チームが進行状況どうなっているのか、あと誰が何やって、えー、とどこまで進んでて何て、どんなトラブルが起きているのかということも含めて、タスクの管理ができるように、えー、まずは1回、えー、GitHub プロジェクトっていうのをちゃんと使ってみるというのを各チームに、えー、とお題として出しました。で えとちょっと先に古橋の画面だけ共有しておくと、えー、と結果としては今日、えー、と何回かあの頻繁に見てたんですけど、えーとえー、とまあちょっとメモして、まあ、その後いろいろ修正もしてくれたんだけど、えー、と割と まだ、えーまあ、GitHub プロジェクトの使い慣れはまだしてないなというところは感じています。まあ、とはいえ、今回一回、えー、やってみてもらったというところで、ちょっと学生としてどこまでうまくいって、どこが引っかかるのかなということをちょっと観察しながら。なので、まあ、この辺のノウハウはちょっと来月に向けて少し、えー、もうちょっと具体化しつつも、わ、えー、からないところの説明も含めて、ちょっとレクチャー必要かなとも思ってたりしています。で えと基本的になんで、えー、と GitHub プロジェクトを使ってねっていうふうに課題で出したかっていうことだけちょっと共有しておきます。でその後、えー、と各発表に移っていきましょう。で、えー、と基本あの、なんとなくやっぱりみんなの動き方を見てて、えー、と今の時点で GitHub プロジェクトにそんなに、まあ、当然やれって言われただけで、特にこう自らこうやろうとしてるわけではないので、えー、テンション上がるわけではないと思うんだけど、えー、と結構大事なのは、まあ、 特に、ね、よもう40代になってる古橋とみん20代前後の、えー、とみんな、えー、20歳前後のみんなだと考え方がちょっと違うのは多分明日いつ自分がぽっくり死んでもおかしくないって思ってる我々世代我々以上の世代とまあ自分が明日死ぬことはないだろうなって思ってるまだ若い人たちでちょっとやっぱりそのこう危機意識が。 違っっててるんだろうなと思ってますで、まあ、正直やっぱりね人間いつ死ぬか正直分かんないっていうところも含めてでそれはまあプライベートの部分もあればやっぱり仕事の部分とか学問の部分も含めて自分たちがやってる途中の作業をちゃんと,、えー、と他人に引き継ぎできるかっていうことってすごく重要でそれができないと。 ばったりな、ね、例えば、交通事故で昨日死んじゃいました、でもこの発表がそういう意味でなくなるかというと、まあね、悲しいことであるけどでもは、ゼミがなくなるわけではないし、えーとまあ、どういう状況になるかによってだけどやっぱり、ね、社会人になってからでもそのプロジェクト自体は進まないといけないというところがあるのであいつ、まあ、悲しいけどでもあいつなやってた途中の仕事をどこまでやってたんだっけみたいなことをちゃんと引き継げるかどうかというのは普段からやっぱりプロジェクト管理というものができているかどうかというのはすごい重要。で プロジェクト管理をするツールって別にトレロとかレッドマインとか世の中にいろんなツールはあるんだけどその中で、えー、とこのゼミとしては、えー、まず GitHub プロジェクトは、えー、その中でも割と使いやすい方だとフラッシュは思っているのでそれを体験してもらうということでそれができると多分、えー、と学生の時はあんまり意識しないかもしれないけど世の中に出ていった時にこの知識とか経験があるだけで結構差が出てくるであと,、えーと 直接具体的には多分今の3年生とかは今4年生が必死になって就職活動してるけど就職活動していく時の一つの武器として今時の文系の学生で GitHub プロジェクトでタスク管理できますっていうことをさらっと言えると多分 IT 企業の担当者から見たらその就職うのなんだ人事担当から見たときになんで文系なのにそんな GitHub で。 プロジェクト管理までこいつらできちゃうのみたいなところはものすごくやっぱり他の学生との差が生まれやすいし、えー、とそこをアピールできるっていうことはやっぱり武器になると思います。今の4年生はそこまで感じてるかどうかをまあ置いといても、えー、とまあ特に今の3年生なんかは今のうちにこれ慣れとくとやっぱり就職活動の時に学生時代何習ったのってさらっと言われた時に見タープロジェクトでプロジェクト管理できますあ習いましたっていうさらっと答えられたら それだけで信頼度が全然違っているというところですね。あと、スラックは普段使ってるんだけど、スラックで議論していくものと GitHub のこう連携がまあこう,うまくできるチームっていうのは、やっぱりまだまだ少ないというか、まあ、ほとんど正直できてなかった状態で。だ どういうふうに物事が決まってて、結果どういうふうにできたのかっていうことをきちんと GitHub のプロジェクトの方で終えると、まあ、そこからリンクで Slack の議論の,リンクそのパーマリンクに飛んでもいいんだけど、結局 Slack ってタイムラインが流れてっちゃって、あと追いにくいし、えー、と無料アカウントでうちのゼミ運用してるから、いずれあの Slack 上のやり取りはお金払わないと見えない、ってアーカイブされちゃって見えなくなります。だからテンポラリーなその Slack の使い方と、そのパーマネンタリーな GitHub の使い方をうまく組み合わせていくっていうことを考えたときにやっぱりやる,やるべきことやったこととか自分が考えたこととか議論したことをきちんと整理して次の人他人にちゃんと伝えるっていうことも含めて GitHub プロジェクトっていうのはめちゃめちゃ使いやすくできているので、まあ、そういうことを意識してちょっと7月は、えー、ともうちょっと使えるレベルを上げていこうかなというふうに思っています。 でえー、と各チームごとにざっと見てると、だから、えー、とほとんど多分えっ、ー、とやれって言って、えー、とお尻たたいても、多分昨日今日ぐらいでガッと少し更新されたっていうような形で、ほとんどタスクしか書いてないし、誰が担当かもよく分かんない、アサインされてないし、えー、ノートのまんまで一緒になってないとかね、いろいろカテゴライズもできてないし、時間管理をするはずのマイルストーン、立てろって言っても、誰も立て,ててなかったっていう状態ね。 この辺全部使いこなせて、ようやく一人前の GitHub プロジェクトを使ったことありますって言えるんだけど、えー、とそういうところも含めて一回経験しておく。で、使いそうであれば自分で引き続き使えばいいし、一、まあ、回限りで終わるかもしれない。まあ、このゼミが終われば当然、えー、と使わなくなることもあるかもしれないけども、まあ、プロジェクト管理っていうことを知っておく、その時のツールの考え方としては、タスクがあって、そのタスクの担当者が誰で、そのタスクはいつまでに終わらせないといけなくて、そのタスクに対してどんな作業が、えー 時間軸で、えー、行われていって、えー、そこに画像が貼られていたり動画が貼られていたり議論の中身が貼られていたりも含めてそこの、えー、流れがちゃんと見えるようになっているっていうのがあの結構重要というふうに思っているので、えー、とそこのあたりは 今回のみんなの理解度も含めて、えー、っと来月はちょっとあのこのあたりの、えー、みんなが理解してなかったところをもうちょっと解説を踏まえながら、えー、まずできるようになってもらうということが、えー、ポイントになっていくかなと思っています。なんかこの辺でやってみた感想とか、えー、とこうしてほしいとかあれば今受けるけど、どうギタープロジェクト。 逆に、えー、と普段の仕事とか、サークル活動とかでまだ使ってる人たちほとんどいないと思うけど、大体いい古橋の頭の中のことはここに書いてある通りなんだけど、なんかコメントとか特になし。ない。はい、なので、えーとあ、そうそう、あと。 えと多分まあこれも、まあ、いつ死ぬかも分かんないし自分の記憶もいつ消えるか分かんないっていうところも含めてやっぱりやったことをきちんとメモするっていう癖は今のうちにつけておくと、えー、かなりやっぱりあの、まあ、特に企業からはめちゃめちゃこういう人材欲しが,って欲しがるはずだし、まあ、こう,うちの古橋自身の会社とかやってるわけでどう,いうが、まあ、どういう人に仕事お願いしたいなっていうのは やっぱりこういうことがちゃんと管理できるということがあの一つ社会人としての、えー、最低限の知識だと思ってます。なのでまあ学生のうちはそれを学ぶっていうタイミングだから今のうちに手を動かして学んでおくっていうことをできれば多分就活もその先も含めて、えー、ちょっと人生ハッピーになるんじゃないかなと思います。はい OK いや特にコメントなければ、えーと、このまま来月はちょっと今回のやり方をブラッシュアップして、来月もう一回ギタープロジェクトの使い方はあのしっかりやっていく予定です。はい。じゃあ、えっ、ー、と、いきますか。1、え、ゲーブ準備をお願いします。よいしょ。1ゲーブ、よだ。 あ,あ,あ、そっか、俺が画面共有するのか。そ,れそうそうそう、うん、画面共有よろしく。はい、どうっ えちょっと待って。<laughs> ちょっと待って、画面共有できないなんで、なんか、許可されないって言われちゃった許可されないちょっと待って。あ、もしかしてセキュリティレベル上がってるちょっと待って。えっ、ー、と、画面共有の許可がもしかしたら必要なのかなちょっと、俺の問題、<よ>こっちの問題かもしれない。えっ、ー、と、システム環境設定だから。あー、Mac だよね。Mac です。 マックね、そう、えっ、ー、と、そうそう、これね、注意が必要で、最近、えっ、ー、と、マックの OS のバージョンを最新のカトリーナに変えた人は、要注意で、えっ、ー、と、マック OS のシステム環境設定から、えっ、ー、と、クローブ、ブラウザならブラウザなりに、えっ、ー、と、画面共有の、えー、設定許可を与えないと、画面共有がしにくくなってるっていうのがあるので、 えっと、じゃあ、えっ、ー、と、オッケーじゃあヨ、ヨダは、それね、一回、えっ、ー、と、ズームを、もしかすると一回抜けて、もう一回接続し直さないといけない可能性があるので。そうですね。うん。それでもう一回は入り直してくれればいいので、その間にちょっと横粒をやっちゃいます。はい、横部いけそう横部画面共有を。多分ね、Mac ユーザー,ーアップデートしてない人っ多分いけると思うんですよ。うん。OK。アップデートしなければいける。今いけてますよね。はい、来てる来てる。 じゃあ先に横爪いきまーす。3、いいですかはい。ああ、行きます。3、2、1、スタート。えっと、僕らは横部まあメンバー3人だったんですけど、まあ、古橋ゼミ、 夏生物的なものを壊し今回やりました。音声大丈夫そうですかね、先生。音声。ちょっとなんかった。途切れ途切れだったね。画面共有したらちょっと悪くなりましたね。なるほどね。あれかな大場側の状況かなちょっと。 じゃあ、えー、っと、画面、でも全、今、共有されちゃってるんだよな。じゃあ、えー、っと、その URL、俺がもらってみようか。一旦、じゃあ、ちょっと待って。まあ、あるあるな感じだけど。大丈夫です。古橋の音声がちょうどいいんであれば、古、え、橋、ー、がその、えー、っと URL をスラックに貼っといてもらえば、そ こっちで共有します。今日は,は音声だけで。<laughs> えーっと。一回僕画面共有閉じます。はい。あ、チャットでもいいですかチャットでいいよ。チャットで、スラックのチャットに貼っといてくれれば。ああ、ズームでもいいけど。今、送りました。はいはい。あ、ズームできた。はい。音声だけだったら大丈夫そうですか <laughs> あ、えっ、ー、と、アクセス権ちょうだい。えー、今、Google スライドが、えー、公開、公開設定にしといて。Google スライドが公開になってない。俺、帰ってきたんですけど、一回画面共有できるかやってみたらダメいいよ、いいよ、いいよ。これでどうですかあ、えっ、ー、と、横ゼブのはまず見えたのと、えっ、ー、と、今、ヨダが画面共有できてる感じ。OK。なので、一旦じゃあ、ヨダは画面共有閉じてもらって、はい、はい。で、<私 S 1> えっと、横ゼブの方 よだでもそうだ時間はいやそっか先やっちゃうかじゃあ横えっと先に一時報部行こうか確かにこれ見えてる俺のこれ見えてる見えてるはいはいじゃあ行きましょうえっとこれどうやってでかくすんだっけ右上のプレゼンテーション開始これだうんはいじゃあ始めます一時部はいはいはい えっと、一ゲームの今回のハッカソンの内容なんですけど、まあ、主に、えっと、フラッシュ研究室における学生の位置情報ゲームリタリシーの設定ということで、いやまあ、行っていったんですけど、まあ、何をやったかっていうと、いうと、具体的には、えっと、あれをやりますと、えっと、新しく今年から、そうですね、背景としては、えっと、一ゲーム上、位置情報ゲームが増えたんですよね、いっぱい。えっと、マイクラアースでしかり、えっと、まあ、ドラクエウォークだったり、いっぱい増えてきて、その中で位置情報ゲームをやっぱり、 フィライス研究室やっていく中で、まあ、イングレスとポケモン GO だけにこだわっていく意味もないのと、あと新しいいっぱいゲームに触れていくことっていうことこで、新しい情報が得られるということで、今回のハッカーソンの内容を設定しました。えー、あともう1個やったのは、イングレスとポケモン GO の、えっと、レベル、現在のレベルの見直しですね。それとしては、まあ、ポケモン GO だったり、イングレスに新機能がいっぱいついてきたことによって、まあ、レベルの上がりやすさなどの、まあ、難易度などが、まあ、多少下がっているのではないかということで、まあ、見直しの設定を、えー、提案しました。 結果的に、えっと、イングレスのレベル6は、まあ、これまで通り妥当なのじゃないかっていう、まあ、部員の判断から、まあ、イングレスのレベル6を基準にした上で新たに、えっと、ドラクエウォークは、えっと、パーティーレベル平均40マイクラーアースはレベル、えー、10っていうのを、えっとえー、来年度あ、今年度からの、えっと、位置情報ゲーム部の、えっと 位置情報ゲームフラスチックのストの一時保ゲームの最低レベルに追加しようかなというのを考えております。まあえっと、基準の作成方法としてはちょっと、まあ、実際にイングレスレベル6を、えっと、体験することで、それまでにかかった時間や得られる空間情報の知識量に基づいて部員が作成しました。えっと、これは3年生に1回レベル6イングレスのレベル6っていうのを実際に体験してもらった上で、えっと、時間と、えっと、検討しながら、えっと、今回のドラクイに関してはレベル40で。 えーっとマイクラース、ね、レベル10ってこととこ追加しました、でまた、えっと、イングレスのポケボン GO については、ま、イングレスはちょっと新しくドローン機能っていう、ちょっとリモートでもできるような機能がついてきたんですけど、それをやってみたんですけど、ちょっとまあ、レベルアップにそこまで直接に考え、なんか、 こう関わるる要因ではなないかなと思っている、まあ、イングレスはこのままレベル6だとじゃないかなと判断しましたえ。ポケモン GO についてもいっぱい処理は、えっと、新機能や新しいポケモンなどが増えてはきてはいるんですけどやっぱりその、まあ、リモートでできてくるっていうのでもやっぱりあまりそのレベルの上がりやすいに直接的に実感するものではないっていう判断と、まあ、ちょっと。 まあコロナとかでやっぱり外出がやっぱりちょっとまだあれっていう人もいるだろうって判断から、まあ、そのリモート機能とも合わせてトントンなのではないかなっていうので、まあ、今回はポケモン GO を入れはレベル変更はなく、えー、25のまま行おうと思っています、えー、まあもう一度言いますと、まあ、イングレスレベル6ポケモン25マイクラレベル10、えー、っとドラクエレベル40っていうのをこのうちの、えー、上記の中から2つ以上学生内でこ自由に選択していただいた上で えっとまあ、その締め切りの日までにレベルを上げていくことが今年のフルアーシ橋研究室における位置情報ゲームのリテラシーとして最低基準を定めていきたいと思っております。あなんですけど、これで一応これが、えっとまあいて簡易的になっちゃったんですけど、これい、えっと、実際に人が移動する距離、位置情報ゲームなんで移動する距離とやっぱりそのゲームの複雑性っていう難易度的な意味で、まあ、ちょっと位置情報ゲームみんなで。 どんな感じかなっていうのを相談した上で、えー、っとこういう感じで割り振ってみたんですけどやっぱりまあイングレスはやっぱり移動距離もあったりルールが分かりづらいっていうことでちょっとまあ入り方としては難しいのかなとは思うんですけどまあ一応まあ位置情報ゲーム部の中ではやっぱりちょっとイングレス一番あったかいかなみたいなやってて楽しさを感じられるみたいな話にはなってるんで俺的にはイングレスはおすすめなんですけどまあまあちょっとせっかく位置情報ゲーム部の専門分野っていう感じで、えっと、各各各各各ののゲームを割り振ってやったのでまあ わかかららなないいいいい学生とかがいたどどんどん聞ててててきほてしいなっっうのを思っておりま,すまああとドラクエウォークとかに関してはやっぱり家からえ実際に移動距離がな少なくてもできるっていう意味でまあ難易度は低めなのかなと思ったりしながらもまあわからないことはやっぱりいろいろと思うのでこの中が好きなやつ2つ選んでやってもらえればと思います。と最後にえっと あれですねま、だマイクロースとドラッグウォークがちょっとまだ始まってこっちに入れたばっかなのであくまで試験的バージョン、まあ、1ってことで、まあ、これからちょっと周りの学生の進行状況などを見てレベルの上げ下げを考えていきたいと思ってます。これは順次アップデートするので、A、1情報ゲーム部なんかあったら教えてくださいまあ近くなったりするかもしれないので早めにやってってくれた方がまあ今のでいや低い基準のままできるのかなとも思います あと、最後に、位置情報ゲーム、やっぱりレベル高い人と一緒にやったほうがレベル上がると思うんで、まあこれはやらなきゃいけない課題でもあるんですけど、できれば楽しんでみんなでやってもらいたいので、まあみんなで集まる機会とかも増やしていこうかなと思ってるので、また何かあったら。であと、まあ最後に効率的に上げられる方法を位置情報ゲーム部で各々えっと打算して、メディアムに全部記事投稿してあるので、それを参考にしてやってくれたら助かると思います。えー、以上です。はい。ほぼぴったしで。えー、っと、 えとあとじゃあメデ、メディアの画面と、あっ、消しちゃった。ったメディウムの加減画面と、あとグラレコ見せてもらえば、それで OK なのと、ちょっと話を同時にしながら、えっ、ー、と、前、議論の中で、えっ、ー、と、イングレスを、えー、必修ゲームにして、それ以外を選択みたいな話もあったけど、その辺の議論ってどうなったえっと、なんか、イングレス、ちょっと、うん、なんとなく今考えてるのは、コロナで、そのうん、ちょっとまあ、わからないですけど、なんかまあ、 外ディスタンスって言ってながら、まあ、やっぱりなんか暑いスポット行くってなったら人がいるところにやっぱり行ったりすると思うんで、うん、そういう意味でも考えてちょっとまあイングレスはちょっとどうしても実際に移動しなきゃいけないっていことであれなんですけど、うん、ま今回『そのポケモン GO』だったり『えっと、ドラクエウォーク』だったりそういう軽いていか家からリモートでできる系もあるのでちょっとまあイングレスどうしても外に出たくないなっていう人もいるかなって考えてまあ ちょっとイングレス一日は絶対出なきゃいけないので、ちょっそこ,こはあまりパワーかけられないなと思って、まあ、リモートでもできるからこっちをやろうねって感じで、二、まあ、つっていうことにしましまたなるほどね多分その辺の議論ってすごい大事なので、はい、それをちゃんとまあメディウムに書くなりも含めて、ちゃんと文字にしておいた方がいいかな、コロナがちょっと落ち着いてきたら、まあ、逆に言うと議論として、やっぱりイングレスをまあ必死に戻すっていう議論がまた復活するかもしれないけど、今の判断はすごくこれも支持するというか。はい やっぱりイングレスが一番歩かされるし、えー、リアルに外出ないといけないっていうところでは確かにこう他のゲームだと割と家の中で、まあ、そこそこできちゃうっていうところの差は大きいなっていうので、うんえっと、そこの判断はいいと思います。あとえーっと 割とほとんど、まあえー、と結果としてイングレスもポケモン g o も、えー、と例年通り、えー、と去年と同じレベル6とレベル25で、えー、が一つのクリアすべきレベルであるというところの結果としての判断も割とあの納得しているというところで、えー、と文句はないんだけどちょっと、えー、とマイクローウスはレベル10は低すぎる気は個人的にしている。 そこはちょっともうちょい<う>、うん、チェックというか、他の人の意見も,きもう俺だけじゃなくて、えー、とマイク・ラースね、今、マイクラースレベル,ル15ぐらいでもいい気が、うん、20とかね、多分無理だと、無理というか、ちょっとレベル高すぎる気がするんだけど、10だと割とあっさりいくなっていう感じも個人的にはしていて。そうですね、ちょっと 設定がやっぱりちょっと、まあ、実際に、そう、僕自体はやってなかったんで、やっぱりちょっと。三年生の実際に時間と、その、まあ、量的に基づく一番フレッシュな設定方法かなと思ったんですけど、やっぱり。まあ、一応、一人だけに任せちゃってるんで、ちょっと、もうちょっと、まあ。こっち側でも、やっていかなきゃなとは思ったんです。うんうん、なので、そうだね、そこはちょっと、えー、と他に、もし。研究室のメンバーで、他にマイクラスやってる人がいたら。 その人からのヒアリングも含めて、誰がいるちなみに。横井君が。横井くんがやってる、なるほど。うん、なので、えー、と多分ん3人ぐらいで、こう、<ー>なんとなく意見のすり合わせをしとけば、それでいいと思う。古橋の感覚からすると、レベル10はなんか余裕な感じがあるなっていうところ。で、あと、そのやり方をもうちょっと工夫すると、やっぱりガンガンレベル上げできるなっていうところも含めて。 うん、っていう感じかな。それ以外はあまり違和感ないな。はい、はい。っていうところですあと、えっ、ー、と、すっごい細かいことだけど、あの、えー、と縦軸横軸の二次元マトリックスの、はい。のイングレスがスペル間違えたから直していて、ね。<laughs> やばすぎすイ,ンイングレースになってて、イングレースあ、ほんとだ。よく気づきます。すごいっす、ね。パっ <laughs>、そ気づこうっていう感じです。いは,い、はい。っていう感じです。OK。じゃあ、はい、そんなところで、はい。 じゃ次横ゼブ行きましょう。はい。いいちょっと音声悪かったんで、携帯にしたんですけど、大丈夫そうですかあ、本当あいけそう携帯あ、共有だけ先生お願いしてもいいですかあ、OK。じゃあ共有しておきます。はい、はい、ちょっとてもね、横ゼブをこっちの画面で共有します。えま、ー、あ、見えてるかなはい、大丈夫。見えてる。はい。はい。あそこまで大丈夫。 僕らが、えっと、サウナを、えー、やろうっていう話をしているので、えっと、夏合宿に向けてサウナにある古橋ゼミ夏合宿名物を考えてそれを、えー、レシピ動画としてアウトプットを出すっていうのが今回のハッカソンで、まあ、やったことになります。で、えっと、3ページ目かな次のスライドあそ,うです、ね、それが、えっとまあ、今回、GitHub、を 積極的に使おうっていうことだったのであの使っていって、ね、まあちょっと活用しきれない部分もあったので今後ハッカソンがあればもうちょっとうまく活用しつつやっていきたいなっていうふうに思ってます。で、はいえっと、そもそも名物を作ろうと思った目的として結構夏のイベント先生も行ってるのでご存知だと思うんですけど結構そのイベントごとに名物料理があるっていうのが結構定番だっていうのがあるので、まあ、横全部あーえっと セミの夏合宿でも名物的なものがあればいいのかなというふうに考えましたで、えー、次のスライドに、えー、と僕らが作った、えー、ものがあるんですけど、まあ、一応横瀬ホルモンカレーっていうのを、えー、と夏合宿の名物にしてみたいなと思ってそのプロトタイプを、えー、今回作ってみましたで次のスライドに、えー、横瀬ホルモンカレーを作る理由なんですけど えっと、横瀬は白コロホルモンが有名ということでこれは必須として使いたいなというふうに思っていてでやっぱり夏合宿なので夏野菜はあのうまく使いながら料理をしたいなというところですねであとは僕らが卒業した後もよく古橋ゼミの名物的な感じで受け継がれやすいように簡単に作れるものにしたいなというところとあとバーベキューでアウトドアで野外を想定しているので外でも作りやすいものというところでカレーにしました。でまあ、あとは 大人数でも食べやすかったりとか、まあ、夏暑いんでそれに合うものっていう感じで考えてみましたで、えっと、最終的に動画を撮ったんですけど、まあ、動画は今回はそんな機材とかにこだわらずに、えっと、ソニーのミラーレスと、えっと、カメラロードのカメラと <laughs> えファイナルカットプロを、えっと、使用して撮りましたで最後に、えっと、アウトプットがあるので、えっと、グラレコとあと YouTube のリンクが貼ってあるので最後に動画を 流していいいただければなとううふうに思いますちょっとじゃあ、ズームなので、どこまでスムーズにいくかどうかは、ちょっと別で、ちょっと動画を。これ音いってるかな音いってる来てないっすね、音。音来てない。まあ、大した音入ってないんで。まあ、うん、まあ、まあ。あとでじゃあ URL を。 画面共有するときに音声チェックを入れてなかったかもしれない、もしかしたら。失礼まあ結構、僕らの声とかを入れるわけではなくて、まあ、本当に工程が分かればいいなっていうところで、常に手元と食材を映しながらやるっていうところと、あと実際、外で作るので、今回も外で作りました。うんうん、<laughs> 外で作ったんだ犬がちょっと左下にちょいちょいる。<laughs> え、実際白ロコロホルモンゲットしたの、うん、いやなんかよく調べたらロコロホルモンが取れてるわけではなくううん、うんまあなんで僕らも近くのスーパーでロコロホルモンを見つけてきました、うん、なるほどまあ割と横瀬だけで横瀬というよりもやっぱり秩父がホルモン有名感じなので、はいはい、まあそういう意味で言うとまあ確かに手に入りやすいしえ、ホルモンは味付けなしのやつを使ってるってことああそうです塩コショウと、うん あと普通に最後にカレー粉入れてうん、うん、で野菜は別で焼いて最後にのっけましたなるほどねカレーのタイプはそれなりにこう、ホルモンに合いそうなものをではビールね, <laughs> なるほどねはいはいはい今回固形のアップのルーカレールール使っちゃったんですけどうん、うん、それもなんかもうちょっとナツメグ入れたりとかしてもいいかなっていうのは感じましたなるほどね,なるほどね ちょっとその辺のカレーもどんどっち系のカレーって、例えば何ていうのいわゆる、こう、バーモントカレーなり、ジャワカレーなりってああいう感じなのか、それとももうちょいちょあのインドカレー風なのか、こう、アジア系のカレー風なのかでも、多少は変わりそうな気がするけど。まあ手軽さっていう意味では、あんなもの使っちゃった気がするんですけど。まあ、面白さったら違うものにトライしててもいいかなっていう。まあうん り了解です。じゃあ、えー、と,とりあえず動画と、作成方法の動画とレシピと、えー、ネーミングはまあ、フルハウスキー入れてもいいかも<笑><笑>、まあ。その辺、ネーミングはまだフィックスさしてないわけね。してないです。はい、オッケーじゃあ,、まあ、そこはちょっとおいおいっていう感じで。でも、ちょっと最終日に、合宿の最終日にはこれが出るみたいな。これかしても面白いから、まあ、最終日で行く、まあうん、初日でもいいし。 うん、割とカレーってやっぱりあの作り方はなんとなくみんな知ってるからこう屋外のキャンプとかイベントでカレーってだいたい初日なんだよねその、うん、説明しなくてもみんな作れるっていう意味では最終日でももちろんいいし、まあ、初日でもいいしっていうところではまあありだなはいはい了解ですで特に他なんかコメントとかヨダからなんかチャットが来てるなえー、撮影 サポートできるよっていう感じで。はいはい、まあちょっとそろそろたぶん日し7月1日であの青学としても、えー、課外活動の段階的な緩和の、えー、発表があると思うので、えー、とその発表内容を見て、えー、と可能であれば少しずつフィードワークを、えー、復活させていこうと思います。なのでまあちょっと練習をしてもいいかもしれないはい。 じゃあ、特にいなければ、えっ、ー、と、次いきますか。よし、次は、え横背部の次、ユース、ユースマッパーズ。聞こえますか聞こえます。画面共有を。はい、じゃあ、します。えっ、ー、と、じゃ始めます。はい。えっと、今回、ユースマッパーズ はえー、と前回と同様で、ミ、えー、シングアップスのホームページの日本語化に取り組みました。で、この2ページ目になぜこの課題を選んだのかっていうところで、マップスワイプで一つ目標にしていた自分たちのロゴを下に入れるっていうこ、この部分ですね、この部分のロゴがしっかりと入ったのにちょっとテンション上がっちゃって、まあ、今回もじゃあこれでいくかっていうので。の <laughs> <laughs> ちょっとあの <laughs> 舐めてまましたこの頃はまだ今回の発火さんでの難題っていうので <laughs> GitHub 上にブランチがめちゃくちゃあの本家の GitHub 上にブランチがすごいあって解読するのが困難だったってこととそもそもレポジトリが多くてどこをフォークすればいいのかわからなかったっていうところと前回と違って HTML だけじゃなくて Ruby も使わなければいけないっていうところが挙、まあ、げられる難題点だったかなと思います。でこれが僕たちの プロジェクトのまあ先取ったんですけどこんな感じで進めていきました、うん、でここに至るまでにまず一人一人 GitHub がまだ使えないっていうところがあって、うん、あの先生に一昨日ぐらいにちょっとこう <laughs> あの一昨日三3日前ぐらいに先生からちょっと教えていただいてあの、まあ、もっと使っていこうっていう形になって今ではちゃんとアサインアサインはできてる感じで、まあ、今度今後はここにコメントも しししっっかりり残してていいこうっていう話になりましたでさっき話したブランチがとにかく多いっていうところでえっとあのー、あまたスペルがすいません。でブランチが多くてマスターとかパブリッシュとかいろいろあったんですけどもうちょっとこっちが素人すぎてあのどこに何があるのかが分からなくてで前回のマップスワイプの,そのコピー っていうか日本語版を作るときはすごい結構シンプルな形でできててそれを想定して僕たちもこのミッシングマップスやろうってなってで木曜日ぐらいあ違います日曜日ぐらいに、まあ、こ今からやってもできるだろうっていうテンションでやったらちょっと <laughs> できなかったっていうのを判明して古橋先生のちょっと助けを求めましたでそもそもどこをフォークすればいいのかっていう 問題で最初ユーザーズっていうこの下のところにいろいろコードとか書いてあってじゃあここかなってなったんですけど結局最終的にミシングアップス .github.io のところっていうのが分かってで古橋先生が3年前ぐらいにそれをフォークしてたのを見つけてじゃあこれだってなったんですけどそれもフォークしたデータも3年前なのでめちゃくちゃ古かったので新しくフォークし直しましたで一番大変だったのはこの ランング・ランゲーージ・サポート、まあ、ほとんど古橋先生にやっていただいたんですけどこの6つの,あの日本語化するまでの環境を整えるところが本当に大変であの、まあ、自分たちじゃ絶対にできないなっていうことが本当に書いてあってあのブランチとブランチの間の移動,移動とかそもそもレポジトリが違うところにそのファイルが入っててそこからコピーしてくるとかそういうところがまあ自分たちでは無理だなと思って思いました。 で、本家の GitHub で CI が使えてたっていうところでこの CI が、まあ、古橋先生に教えていただいてボット AI で作ってあってで、まあ、僕たち人間が手出しするのはやめといた方がいいっていうことになってあの <laughs> ですよね、先生 <laughs> まあまあ <laughs> う、ね、AI といえばボボボプログラムだねそうですね、まあ、自動処理プログラムが回っていたっていうことねはいでまあこういうこともありましたでまあ主にやったのがこのイングリッシュなファイルの中の EN って書いてあるところを JA にすべて変換したとまあこれは5分ぐらいで終わる作業なんですけどをまずパパッとやって、まあ、一番大変だったのがこの英語で書かれてた文章を あの一つ一つ変換していくっていうところであのみんなにはあのメンバーのみんなには、えー、Google ドキュメントであの全部最初に本家のページからコピペしてきてそこに書いてある英語をみんなに翻訳してもらってここに打ち込むっていう作業をしましたでここですごいもんなんか今後の課題だなと思ったのはそのみんなで作業がをする時に GitHub 上でや,やろうとするとすごい データの遅延とかが起きちゃってだけど GoogleDocs でやろうとするとその全角半角のスペースの違いとかであの混乱しちゃうってこともあったので今回はまあ一人結局最終的に3人でこの打ち込み作業をやりましたで今回は発火からの課題ってことで GitHub 上での問題提起や課題の共有がまだまだできていないっていうことと最初バ画像版と文字版とで分けていたんですけどその前に全員の H TML とかプログラミングの知識を一定レベルまで上げる必要があるなっていうのを感じました。あとはそのさっき話した全員で作業できる環境構築っていうので、GitHub 上ではデータシンが起きちゃうんで今後どうしていくかっていうのを考えていく必要があるなと思いました。以上です。 なので、まあえーと、とりあえず、えー、日本語訳の作業まで終わって、それが、はいえー、パブリッシュってその HTML のサイトに展開するとこまではいかなかったっていうところといま、はいまあ。今後もやっていかないとなっていう感じですよね。まあうん、で、えーと、さっきの,その、まあ、CI も含めて、えーと、結構やっぱり今どきのウェブサイトって、直接 HTML を書くというよりも、ある程度ベースを作っておいてで、それをもとに HTML をまあ自動生成するという流れが多くて。 GitHub ページなんかもマークダウンで書くと自動的にスライドしてメにしてくれるっていう流れと同じように、えー、と裏側でその処理が自動処理が回るっていうことが、まあ、よくあるパターンに今なっているので、まあ、そこの仕組み が動いいててることに気づいて、まあ、それなりにやっぱりスキルを上げないと全部を完全に理解するというのは大変っていうところは多分実感したと思うけどとりあえず今、えー、とここまで来て次の選択肢としては、えー、と自分たちで、えー、HTML に変換するプロセスで動作チェックをするっていうのが一つと。 えとまあ、あとその時って別に自分たちがやらなくてもできる人にお願いをしてっていうので、えー、とちょっととりあえずマニュアル通りにやってみたら多少こっちでもその自動変換処理のプログラムの環境があのエラーでうまく作れなかったりっていうところもあったのでちょっと多少は時間かかりそうだけども。 えとあとはもう、えー、と実際に、えー、日本語化したので、えー、と本家の方にプルリクエストで送って、はい、えとこれ多分うまくいくと思うみたいな感じでチェックしてもらうっていう形で <laughs>、はいえー、まあその2つのやり方があると、はい、なるべくとりあえず、えー、と全日本側で全部動作チェックまで終わった状態でプルリクエストすると多分ほぼ間違いなく採用されるしまあえっ、ー、と最悪ちょっとえっ、ー、と なんだミシングマップスのチームに相談して日本語訳できたはずなんだけどうまくいくかどうかちょっとそっちでチェックしてもらえないっていうような形での相談はありかなといはい、はい、そうそう あとそうね IATN とかね、インターナショナリゼーションの言葉とか、はい、知らないと分かんない言葉いっぱいあったと思うんだけど、ででえー、とこの、まあ、ゼミとしてはプログラマーになれとは言わないので、まあ、HTML ってどういうふうな構成で出来上がってるのかってことある程度分かっておけば、あとは逆に言うと、できる学生なり、まあ、俺も含めて、できる人にお願いをするなり、聞くなりっていうので、えーとまあ、乗り越えればなんとかなるっていうところなので。 えと,とりあえず GitHub の,その、えー、と情報共有のやり方そのものがやっぱりあのマストというか、えー、と実際どこまで作業を進んでってどこから先が分かんないのかっていうその分かんないなりに分かんないことをちゃんと、えー、伝えれば。 そこの分かんない部分をサポートしてくれる誰かが出てきてくれるっていうのはあのオープンソースの世界でよくある話なのでそこの GitHub こプロジェクトにと,にと一緒にとにかく、えー、素直にこうあんまり盛らないで、えー、素直に今の状況をちゃんと記述しておくっていう癖をつけるだけでやっぱり全然違ってくるというところです。 でえー、と結局そう、ユースマッパーズもそうだし、そのヒューマンイタリアン・オープンスレームマップもそうだし、海外コミュニティとやり取りすると、結局 GitHub の一周とか、そのまあ、プロジェクトも含めて、彼らとコミュニケーションするときに、やっぱり GitHub 使えないと相手にされないっていうのが、まあ、最大の壁になっちゃうので、まあ、そこはやっぱり乗り越えていくと、多分次のステップぐらいでは、えー、とそれなりに今何やってるのかが見えてくれば、多分海外のメンバーともこう対等に話ができるんじゃないかなと思います。 ちなみに、えっと、話は変わるけど、えっと、ステートオブザワットのポスターでできたのそれ、もう、昨日思い出して、あ、そうだって言われて。いや、でも案はあるんで。うん、お、今日、頑張ります。じゃあ、まだ諦めていないけで。はい、了解です。一応、頭片隅にはあります。了解です。はい。はいはい。あ、大丈夫ですかじゃあ、今日は。い、大丈夫かなはい、はい、いいです。OK です。 はいじゃあ次は、えー、グラレコブ準備をお願いしますあすいません聞こえてますかはい聞こえてます共有でできてますか大丈夫ですか見えてます,ますはいちょっと待ってくださいねはいよすませんえっと今回はいじゃあいきますはいちょっと待ってください はい、失礼しましまた。えーとまあ、6月のハッカソンはグラレコーブでは最終的にコンペへの参加をやりましたで。具体的にどういったコンペに参加したのかっていうとデザインコンペですね。でどういったデザイン、まあ、デザインって幅広くありますけれども、えー、となんかその、 先週、先々週とずっと私たちはなんかピクトグラムとグラレコって関連性があるよねってずっと言ってきて、で、それをまたなんかピクトグラムを作ろうよとかいろんなことを話し合った結果、でも結局そのロゴとかシンボルマークのデザインってそのピクトグラムとかグラレコとかと通じるものがあるんじゃないか情報を集約して、まあ、一つのものにする、一つにまとめるっていう点では、えっ、ー、と、一緒なんじゃないかと思ってデザインコンペに参加しました。で まあそのどういったコンペ、どうやってさん、えー、見つけてきたのかっていうと、登、まあ、竜門っていうサイト、あの平沢が教えてくれた登竜門っていうサイトから、あの地域活性化系のコンペに参加しました。なぜかっていうと、やっぱりそのずっと私たち、古橋ゼミとロゴとか、ロゴデザインとかの,その、なんだろう、海づけといいますか、なんで古橋ゼミなのにデザイン、なんかロゴ。 ロなのって言われたら何とも言えないんですけれども地域活性化、まあ、地域その場所とそこの場所の情報、まあ、特徴だったりを1つにまとめるっていう点ではやっぱりその空間情報学とまあまあ一致しているところではあるのではないかということで地域活性化系のコンペを選びましたあそうですねあと腕試しがしたいっていうのはみんな言っていて、まあ、そういうこともあってデザインコンペに参加したっていうことがあります具体的ににどののよううなものに参加したかっていうと えと大体3つ選びまして、その中から1人1つ以上、まあ、デザインを作りました。まず1つ目が琵琶湖ですね、琵琶湖システム。で、まあ、この制作条件なんかもいろいろ書いてありまして、まあ、実は締め切りが今日なので、私はさっき送ってしまったんですけれども、水や魚を介した琵琶湖、水田、森のつながり、エリ業などの琵琶湖の漁業ですね、それを取り巻く農業や、えー 水,水源林の保全、ヨシタイの保全のイメージ、まあ、こういったものを一、まあ、つのロゴとしてまとめましょう,っていうんです、ねで。その次に高知ユーズですね。高知はユーズが名産で、まあ、これは海外向けに、まあ、プロモーションで使えるようなロゴを、まあえっと、考えましょうということで、はい、で締め切りもまあ7月10日で、もうすぐですねで。その3つ目がマンホールの蓋ってなかなか面白いんですけど。<ー> <laughs> でまあ、これは福井市です、ね、が募集していましてで、内容としては福井市の魅力、で福井市がイメージできるものとしてありました。んで、そうですね、締め切りは7月15日ということで、これが前回のですかね、まあ、福井の例なんですけど、まあ、やっぱり越前ガニが有名ということで、まあ、これにのっ、ん、まあ、でしょうね、まあ、マンホールの蓋たということで、デザインをしてみました。 でグラデコブとしての強みを生かすにはどういったことができたかなって考えるとまずは第一に情報の取捨選択ですね必要な情報を枠の中に凝縮させるマンホールだったら丸の中、えー、と例えば、うん、ロゴだったら正方形の中とかですねそういったものを凝縮させるで誰が見ても見やすい分かりやすいこれはデザインの基本ですねでシンプルなデザインまあそうですね余計な情報を足さないあの過不足ないデザインっていうのを目指しました で、誰に向けたものなのかターゲットを決めるって、これはまあそうですね、デザインの前提条件ですね。あと、まあ、そうですね、実はスラック、実は未公開発表作品を、未,未,未発表作品を、えっと、提出しなくちゃいけないので、まあ、作品はスラックに公開してますので、でピン止めしてますので、FC、ブラ、レッコまであの見ていただければ、覗いていただけると思うんですけど、実はあのみんな、 あの手書きで書いてるんですね、多分グラレコブ、ここなんか誰もなんかそのツールは何でもいいよって感じだったんですけれども、やっぱりそのだろうグラレコブなので、手書きの要素で、それをデジタルにや何、デジタルとして形にしていたりとか、そういったところはグラレコブの強みなのか、あるいはもっと他のツールを使ってもよかったのか、微妙なところではありますけれども、そんな感じです。なので、作品に関して、まあ、これは、えーとですねまあ、メディウムに貼ってますけど。 プラレコででスラックで公開していますすいますすせん <laughs> こんこな感じででですすす以上はい、えー、っと了解ですなので、えーっとまあ、これ今、フェイスブックライブでも配信しちゃってるので、ここには映せないけど、えー、研究室のメンバーは、えー、っとこっそり、スラックのチャンネルで、フラレコ部のチャンネルで覗きに行けば、なるほどっていうのが見えるというところで、えー、これ、一人一作品をみんなそれぞれ応募したっていう理解であってる。 あれ声聞こえてるあれ大丈夫ですかあれすいません、聞こえてすもしもし、はい、聞こえてるあれえっと、1人1作品、えー、作って、みんなでそれぞれ応募したっていう感じ。そうです、えー。なるほど。で、はい、どれ応募したかは、個人が選ぶっていう形で、さっきの3つの。はい、あれ、トータルで何人やったんだっけトータルで ?4 人ですね。4人か。つの コンペは二人出してるのか。えっとそうなりますね。で一人二作品も書いてる。あ出してるの。あそうなんだ。複数出してるのもいるの、ね、で、ね。おなるほど。はい。了解、はい、です。えっと逆にそれでまあまずそのグラレコってファシリテーションの部分とデザインの部分とその素早さの部分とまあいろいろ要素がある,あるっていう中で、まあ今回はそういう意味で言うとまあデザインの部分がメインではあると思うんだけど、うん、えっと。 ロゴだったり、えー、マンホールだったりっていうところの中では、えー、とピクトグラムの要素を、まあ、重要視したって説明はあったんだけど、えーとうん、次のステップとしてとりあえず自分たちのレベルはここまでだっていうのを今回確認できる、まあ、それがまあ、ね、賞を取れるのかそれとも全然箸にもかからないのかというのはまあ結果は見ればいいだけで、えー、別に、えー、えとその次のステップで えと自分たちのレベルが分かった上で次どういう形で進め,進めると面白そうそうですね私としてはまあコンペ今回まあん、まあ、だろう、まあ、グラレコっていう要素は正直あんまりないなと思っていてファシリテーションとしてのグラレコだ、うん、なのでこれから伸ばしていくにはどっちかっていうとあのん、ー、でしょうねまあ 議事録としてのグラレコであったりとか、あるいは、まあ、会議とかのグラレコであったりとか、イベントでのグラレコであったりとか、そういったものをもうどんどん公開していく、公開して、うん、で、まあ、なんでしょう、その過程自体を、いや、なんでしょう、まあ、今、ポートフォリオも作成中ですけれども、うん、そっちでアップしていって、やっていければいいんではないのかなというふうには考えています。なるほど、ね。ってまはい、実際、グラレコの。 グラレコブの作業的に今回多分一番相性が悪いだろうなと思ったのは、えー、とグラレコブとギタープロジェクトだと思ったんだけどギタープロジェクトとしては何か使えそうなところはあったかっていう。 あんまり多分使いこなしてなかったっていうのは理解してると、はいうんだけど描いたグラレコの絵を、まあ、スラックにハンパンパン貼ってたからそれはそれの使い方でいいんだけど、はい、えとスラックってやっぱり流れちゃって後々検索しても引っかからなくなっちゃうっていうところで、はい、そこの中でピックアップしてまあこれが割とまあ完成段階の一歩手前ぐらいなところの。 いわゆるこうメジャーアップデート的なところは、えー、GitHub の一周なりにバンバン貼っておくとか <laughs>、まあ、そういう使い方もあるかもしれないしちょっとそこのあたりで、はい、えと作業状況とかと悩んでること悶々とこうデザインのこう取捨選択をしていくっていう中で自分の頭の中を整理していく、はい、えときにスラックで議論するとかズームで議論するっていうのの中である程度まとまったタイミングで それを GitHub に記録として残しておくっていうような使い方は多分できると思う。はい、そこのあたり、ただその辺で結構グラレコ部ってその頭の中の整理をまた自分で途中経過をグラレコしてそれを一緒にパッと画像だけピッて貼っとくみたいな形で<ー>貼っとくだけでも多分進捗としては管理し分かりやすいっていうところ。はい、逆に言うと、ねはい、GitHub の一周、えー、と,とかって事細かく、えー、文字 <laughs> テキストを貼り付けるっていう点流れが通常なんだけど グラレコとしての使い方ってそうではない気はしてるんだけど、うん、逆に言うと多分ギターのプロジェクトみたいとか一周みたいな管理の仕方をとグラレコを組み合わせたものってほとんど見たことはないので多分その辺はこうやり方次第で可能性は出てくるというか外の人の意見を集約あの聞きながら周りの人と周りの人との人仲間との議論も進めていくっていうところの住み分けの中では。うん まあ可能性はあるかなと思ってて。で、1、えー、個だけ、まあ、今回のその本編に関しては、とにかくね未,未公開、未発表作品だから、ギターボインに載せ、まあプライベートレポジトリだったらいいんだけど、ええへへまあなかなかちょっと今回のルールだと載せにくいだろうなというのは、あの出してる側からすると思ってたので、まあ、はい、こんな感じかなとは思ってます。はい、はい。はい、じゃあ、えー、特にコメントもないかな、他 大丈夫。はい。じゃあ次いきますか。えー、ドローン。ドローン2つか。はい、じゃあ、チートシートいきます、はい。はい、ドローン部のチートシートチーム。ちょっとなんか音声もしかしたら悪くなるかもしれないんで、うん、そう<の>なそしたらちょっとまたさっきの横瀬部と同じようにします。あ、でも、大丈夫ですか、うん、見えてます。はい、大丈夫です。音声もまあまあ大丈夫そう。 じゃあ始めていきますドローン部では2つに分けてチートシート組とあとドローン図鑑組でちょっと分けさせていただいたんですけれども今回チートシート組の発表させていただきますで今回僕たちチートシート組が取り組んだのは、まあ、ドローンの法律にまつわるチートシートの作成ってところになるんですけれどもその背景としてはそのドローンの需要がすごい拡大している中このドローンを使用したことによる研究数がすごい増加しているっていうのが まあ、やっぱ根底にあって。で、まあ、そのドローンを飛ばす際の知識がまだまだ認識されていないことが問題なのではないかというふうに捉えました。で、まあ、ドローンをまつわる法律をわかりやすく簡潔にまとめることを今回意識したんですけれども、まあ、それに関しては、いろいろ、まあ、ブログとかでいろんな法律にまつわることを記載されている方々がいるんですけれども、まあ、イラストとかを用いた説明っていうのがあまりなかったっていうところもあったので、まあ、そ今回これを見ただけで。 まあその法律ドローンにまつわる法律が分かっていただければいいかなというふうに思ってます。でまあ、まずあの法律ではないんですけどもドローン飛行のルールっていうところになりますと、まあ、これは本当に事故とかをさせないために必要最低限の知識っていうところで、まあ、夜間飛行しないとか目視、まあ、外飛行3 0ル未満の飛行とかイベント上空とか、まあ、物の投下とかその辺りとか禁止ですよっていうのがやっぱこのドローン飛行のルールっていうのは国土交通省から出てるので、まあ、この辺りはまず。 ま,あまず認識としてみんな持っとかなきゃいけないのかなというふうに思います。でこれからまあドローンにまつわる法律になっていくんですけどもドローンにまつわる法律って本当に多岐にわたってて航空法からいろいろあんれれるんですけれども、まあ、これ全てまとめるってなるとやっぱりちょっとも追いつかない部分もあったので今回主にあの自分たちが身近に感じるような法律をま,あまとめました。でまず一つ目の航空法になるんですけれども。おそうこれまず こんなふうに条文とかよく書かれてるんですけれども、まあ、何が言いたいかっていうのは本当に一部分しかなくて正直 200g 未満のドローンは除くっていう風に言われてるんですけれども、まあ、逆に捉えれば 200g 以上の無人航空機には全てあの航空法が対象ですよっていう,うに言われてるってことになりますで国交省その場合も国交省の航空局に申請しなきゃいけないんですけれども、まあ、申請しない場合罰則が科せられたりするってところになりますねで許可が必要な 空域になるんですけれども、まあ、それ3つありまして空港周辺の上空であったり1 5 0ル以上の高さとは人工集中地区の上空、まあ、この辺りは禁止ですよって言われてるんですけれども、まあ、飛行禁止区域として DID って別名言われるんですけれどもそれを調べるには地理院地図とかで利用して調べたらすぐ出てきますっていうふうに言われてますでまあその200未満のドローンは航空法適用外にはなるんですけれども 200ミリのドローンにも適用される法律がある、まあ、それが小型無人機との飛行禁止法というところになります。でこれは重要施設の周辺、おおむねあと300メートル以内の飛行が禁止されているんですけれども、まあ、その重要施設とは国の重要な施設、あとは外国の交換とか、えー、防衛関係施設、原子力事業所、この辺りの4箇所になります。で、あとプラスで、えー、とオリンピックとか国賓の来賓とか、 まあそういうふうに国を代表した催しとかするときに関しては、その特例として飛行制限がかかる可能性がありますよっていうふうに言われてます。で、次が電波法になるんですけれども、ドローンに使われる周波数って2.4、5.7、5.8ってありまして、2.4GHz に関しては、僕たちが自由に使える周波数になってるんですけれども、えー、っと、2.4GHz のドローンは飛ばすことが実際できます。あと擬的マークが実際その事前に チェックされてているるのので、まあ、基本的ににドローンにはついているのかなかこの2つが 2.4GHz で儀的マークがついていれば間違いなく航空法に引っかからないあと 5.7GHz、5.8の場合は資格が必要ですよというふうに航空法で言われていますあとはドローンに一部だけ関わる法律シリーズで言えば道路交通法これドローンの道路上とか路肩でドローンを離着陸させる場合はその使用許可申請書を提出しなきゃいけない あとは、車に害を要望するような低空飛行させる場合も必要です。であと民法としては、えっと、土地の上空ですね。上空をドローン飛ばす際は所有者の管理性の承諾を得ることが必要という,うに言われているので、この辺りも事前に許可を取りましょうという,うに言われています。あとは申請が必要な場所としては、河川法とか高速法、港湾法、あと自然公園法、これ、すべてあのドローンの飛行が禁止されているってわけではないんですけれども、まあ、問題として、 えっとその管理者が、えー、飛ばしていけませんよとかいろいろ差があるのでその前に飛ばす前に承諾をもらうっていうことがベストであるっていうふうに考えました。以上はいドローンからのあ僕たちからの発表以上になります。ドンピシャはい。はい えっと、先に細かいことだけ突っ込みを入れると DID は飛行禁止エリアって意味じゃなくて人工集中地区っていう意味で、えー、っとただイコほぼイコールになっているというのでそこの、うんえー、飛行禁止区域が DID ではなくて、うん、DID が飛行禁止区域として、えー、航空法上定義されてるってだけなのでそこは、えー、っと書き方がちょっと注意人工集中地区かっこ DID ていう、はい、表現 が正解です。あと,、えーと,えー、と、電波法の説明をしているのに航空法って出てって、そこがごっちゃになってるっていうところは、えー、と電波法は電波法なので。あすみません、間違えました、僕。そう、そこ思いっきり間違えてるので、<laughs> そこを気をつけてね。と <laughs> いとのと、あと,、えー、と、航空法のところで、えー、と機体 200g 以上は、えー、全て機体登録が必要というのは、今現時点ではまだマストではないので、えー、と今後そうなっていく可能性が高いので、 えっと、DID のエリアから外れてれば、別に 200g 以上でも登録しなくても飛ばすことは今できるとできる、今のところは。なので申請も不要だし、というところで、必ずしもまだ申請がマストではない。ただ、えー、と数年後に、多分2年後ぐらいには、えー、ともう全部登録がマストになっていく方向になっていくというところです。はい、あと、なんだっけな、えっ、ー、と、今、細かいところで大体その辺かな。ちょっとざっともう一回流してもらっていい あと大体、いっぱいこれで予想部分で言うと、<laughs> 2.4GHz のドローンでも中のあれなんか違ったりするじゃないですか、申請とか。うん、うん、その辺り複雑すぎるようちょっと省いちゃったんですけどうんも、うん。あと、あそ,うそうそうそう、民あ民法、民法、民法で、そう、これで、ね、土地の、ししょこう、えっ、ー、と、どこまでがその土地の所有者の。 空間なのかっていう定義がされていないので、えー、と現実的にはまあ許可取っておいた方がいいよっていうところではあるんだけど、えー、とそこはすごくこう表現がまあ,やあやふやになるのでこのぐらいの書き方でいい気はするんだけど私有地上空全て、ね、その私有地の上空1万メートル上空は、えー、その家の。 所有物なのかというと実はそうじゃないっていうところで、それはなんとなく今までの慣例上、えー、数字は定義されていなかったんだけど、まあ、航空法の有人機の飛行エリアである300メートル以上の高さは、えー、民法も、えー、はたあのなんだ対象にならないぐらいの高さだというふうに、今のところは、えー、民法上はあわやふやなままだけれども、えー、そういうふうに運用されている。 えー、日本上空をガンガン飛んで飛行人を乗せてるんだけどあの時の飛行ルートの、えー、に引っかかる敷地の、えー、所有者から全て許可を取ってるわけじゃないっていうのはその民法が及ばない高さは存在するということかな、うん、あとまあ大体そのぐらいかなうんあとちょ,ちょっとまたページをあこうもうそうだね そそうそう、まあ、この辺これはすごい重要で細かな法律いっぱいあるので例えば俺も、えー、と自然国立公園とかで飛ばす時は、えー、とやっぱり環境省に一言声かけとくとかねやっぱりトラブルが起きないためにやっぱり事前にあの話を通しておくっていうのはすごく重要に,に,になります。なので、えー、と横瀬の河原でもう、えー、がっつり飛ばすっていう時になると。 えー、国交省の、えー、河川局に、えー、事前に、えーまあ、秩父だったら、えー、横瀬川で、えー、荒川の支流なので荒川の河川事務所の方に、まあ一言許可を取っておくっていうと、まあ、ほぼ問題がなくなるっていうところですね。と、はい、いう感じです。大体。えー、と最終的にこれを、えーとま、一,一つにまとめる感じそれともそれぞれ、えー、各こうグラレコを個別に、えー、なんだ、えー、作ってそれが 各まあ JPEG ファイルの JPEG ファイルでずらっと並んでいるってイメージ。最初はアウトプットってまとめようかなと思ったんですけども、うん、なんかまとめるってなっても幅が広すぎて、うん、なんだろう一枚にまとめきることができんのかなってところがちょっとあったんで、まあいい今回のを取ってまとめちゃったんですけどもど、ね。実際にこれをまあ持ち歩くっていう目的になるとどういうふうにその。 このデータを現場で使うことをや想定するかって、さっきのメディウムにもうずらっと全部載せとくとかっていうのでもありだかもしれないし、なんかその辺、多分今時だとデジタルで持ち歩くってことになると思うんだけど、その辺とりあえず今、GitHub のレポジトリの中に落としてあるんで。落としてある。 で多分、えーとね、ローカルでやっぱりこういうのって必要になるから、はい、PDF で全部のページを、まあ、そのページにして、パワポでもキーノートでも何でもいいんだけど、一つの PDF ファイルに全部の映、えー、が差し込まれてる状態で1枚の PDF にしといて、でそれを、まあ、スマホの PDF ビューアーとかにコピーしとけば、まあ、持ち歩けるっちゃ持ち歩けるので、Apple だったら Book とか、うんまあそう、そういう感じで、えーと、PDF に1個まとめとけばいいんじゃないかな。 その PDF を GitHub に置いとけばというところかな。はい。はい、じゃあ、すぐやっていきます。えっと、あと GitHub プロジェクトは、えー、と割とドロンプはちょこちょこ書いてたのは見てたんだけど、実際。GitHub プロジェクト、あはい。うん、そうですね。割と今回、グラ,レ今回グラレコ部と同じようなやり方になってるけど、議論、多分議論す、各、えー、テーマごとにというか、 にこうチーム分けチーム分けというかメンバーにこれとこれとこれ担当それぞれよろしくみたいな感じで割り振ってアサインはできるけどそのそれぞれの進捗とかうんこの辺ってどうなんだろうっていう疑問って基本スラックでやり取りしてたと思うんだけどその辺の流れの中でこうプロジェクトがどこまで使えてたかっていう。 プロジェクトまあ,なあの、一回、このドローンの法律に対しては、すべて話し合った時があったんで、うん、その時にまず一回全体で認識を持った段階でスタートしてるんで、今回に関しては。まあ、その全員に割り振ってしまって、ね、あとは各々やってもらうっていうのが一番早かったかなっていうふうに。逆に、まあ、はい、早めに悩みは解決して、まあ、あと個々人の活動も、それぞれ頑張ってねっていうスタイルでしたね。なるほど。 了解です。はい、じゃあ、ええー、と、次の、えー、あれか、えー。ドローン図鑑の保くか、はい。はい。じゃあ、画面共有、はい。はい、見えてます。はい、ありがとうございます。ええと、今回ですね。私たちはチートシートではなく、えー、ドローン図鑑の作成をいたしました。 なぜドローン図鑑を作成したかというと1つ目にドローンの知識を深めるためということと2つ目に図鑑を作成することで自分たちが載せたい情報をのみ載せることが可能であるということで今現状私たち3年生はピッコロのドローンでトイドローンを持っているんですが今後のドローンの購入の参考にもなると思いましたまたデジタル媒体で図鑑を作成したので企業を増やしたり 新しくドローンが出た際ににはアップデーートも可能になっておりますで、えー、ドローン図鑑の作成方法について話していきたいと思います、えー、まず最初に、えー、ドローン図鑑のスプ,レエクセ、えー、スプレッドシートでそれぞれの企業の情報をまとめていきました、えー、今回のハッカソンでは1人2企業のドローンのまとめ作業をしましたで、えー、その後に、えー、ドローンの、えー、Google スライドでイラストと簡単な説明をしていきました えー、Google スプレッドシートでまとめたドローン図鑑の工夫したところというか注意したところっていうのはまず目、木上用意してすぐに移動できるようにしましたで。またまとめることを統一化させたっていうのは、えー、とサイズと重量最大飛行時間最大到達高度速度最大飛行距離周波数値段などを、えー、統一することによって情報がばらけないようにしました。 でこれ、絵になるんですけど、こういう感じで実際に見てみると、こういう感じで、DJI だったら DJI のボタンを押したらすぐに見れるようになっ,おりなっています。この赤いところは生産中止になっておりまして、情報がすぐ分かるようになっております。 で次にイラ,ストを持ち、えー、イラストを描いたドローン図鑑ですね。こちらも、えー、注意した部分として、木状をつけて移動したいところにすぐ移動できるということと、まあ、ちょっとドローン部員が描いたものなので、味があるかなというふうに思いました。実際に見てみると、こんな感じになっておりまして、例えば、パロットが見たいなってなったら、押せばこう、実際に見ることができる でここで書いたところはえと大きさと重量と大大飛行あれ最大高度を一応書いたで <laughs> 統一化させたんですけどこれ後で修正しておきます。で実際にこういうものがございまして実際の画像としてはこういう感じでございます。今の、えー、この画像は結構デジタルデジタルじゃないアナログなんですけども実際に デジタルを用いたドローンも用意しています。で、今回の反省点として、デジタル媒体の活用があまりできなかったとっいうことが問題点だなというふうに考えております。今後使用している、今回は慣れている会員媒体を使用したので、ちょっとアナログチェックになったかもしれないんですけど、今後はちょっとデジタル媒体を用いてみて、んなふうに今後はちょっとデジタルを用いてみて、どんな風に ドローンが描けるのかどうかというのを試していきたいと思います。また、イラストの質をもっと上げていくということが問題点だと思います。まだちょっと絵が自分もなんですけど結構不慣れなので、ドローンの絵を描く練習をもっとして分かりやすい図鑑にしていかなければいけないと思いました。これを解決策としてちょっともっと上手な人の絵を参考にしてドローンを描いていきたいと思いました。一応今回の グラレコが。そうっす、以上ですね。あ出てこないあグラレコああまとめのグラレコはメディウムに貼ってる感じ。メディウム、いき,きました。これが、今回がこれのメディウムでございまして。はいこれグラレコあ、これかなるほど。はい。OK です。ですなるほど。はい。えっ、ー、と、まあ、先に細かいところだけ突っ込み入れると、Google スプレッドシートでまとめたんだよね。そうですね。 エクセルじゃないです。エクセルって言ってたけど、エクセル、エクセルはマイクロソフト、グーグルスプレッドシートはグーグルなので、エクセルでまとめてないって、そこがちょっと親っていう, <laughs> いうところで、でえー、と関連して、これのデータ更新を今後やっていくとするならば、えーとはい、基本、グーグルスプレッドシートを誰でも編集可能にするのか、それともメ,メンバーだけに限って編集権限を付与するのかというと、どっち<わ>もしくは いろんな人にやっていただきたいので誰でもに編集もし悪意のある人が入ってきたらどうする全部消されちゃったらもう一回戻す戻すよそこって結構ね実はすごく重要なところで生前説に立てば公開みんな誰でも編集可能にしちゃえばいいんだけど必ずしもそうならないっていうことも含めて えともし仮に誰でも編集可能にするんだったら、やっぱりこれとは別にバックアップをちゃんと定期的に取っておいて、はいえー、いつ悪意なる編集があってもすぐに戻せるようにする、それは Google スプレッドシートの機能とは別に、えー、とバックアップをちゃんと取っておくっていうことが、まあ、重要になると。はい、であと、やっぱりこうスプレッドシートとしてのこう完成度で見ると、えー、とこのえと列名が4行目に来てるでしょ。はい、4行目に来たい名とかサイズって この状態ってスプレッドシートのデータ構造から言うと非常によろしくない。で、列名は必ず1行目に来るっていうのがまあ原則で、はい、そこの部分ではちょっと工夫をしないといけないなというところの悩みはあるので、ちょっとここの,の Google スプレッドシートのデータを更新していくときのそのルール。はい とかあとこのフォーマットは本当にこれでいいのかってところはもうちょっと見直しした方がいいかなとは思います。ただ、はい、えっと、なかなか面白い感じでまとまっているので、えっ、ー、と、まあこれを例えば年に1回は最低限更新するとかで、で次の世代に。 引き継ぐようにしちゃって、もうあの基本1年に1回しか更新しないって割り切っちゃってるのも一つの手だし、さっきみたいに誰でも編集可能にしといて、はい、気がついたらすぐに編集できるようにしとくっていうのも含めて、自分たちでルール決めればいいんじゃないかなと思います。はい、あとはね、えー、と、そうだね、まあ、値段はそういう意味で言うと、えー、っと、常時からけど、その列名のところもどこまで必要かっていうところの。 本当に必要なものと必要じゃないものもあるかもしれないっていうところはちょっとやりすぎるとこういうのってやればやるだけ細かくなっちゃうんだけどどこまでやるかっていうところはえとちょっとじゃあえとその列名左側の方を見せて、はい、最大飛行高度とか書いてあったよね運用限界コードってこれえと数字として書いてあったっていうところでえと書いてなかった もものは何も情報に入力されてないってことね。ね。そうです、ね、なるほどね。うんなるほど。なので、ちょっとこの辺も、えっ、ー、と、うんなるほど。大体、だ、えっ、ー、と、足りない情報もまだまだあるけど、それは、えっ、ー、と、なるべくみんな埋めてねみたいな感じで、えっ、ー、と、情報を持ってる人に情報を埋めてもらうっていうのも一つの方法かもしれないし、まあ、はい、えー、っていうところですね。あと、えっ、ー、と、もう一個だけ、えっ、ー、と、それぞれの数値が、えっ、ー、と、 単位と数字が、えー、と一緒になって表現されてるのは、えー、このままでいいかどうかっていうところでつまり、えーまあ、飛行時間が約27分とかも含めて、はいえー、単位とあとちょっとアバウトな、えー、表現も含めて、えー、この数字を例えば数字として使いたいっていう場合もあるわけです。 はい、例えばこう最大飛行時間の長い短いえ最大飛行時間の長い順に相当したい並べ替えたいと思うとそれって文字字じゃゃで数ににちゃんとととししないと相当しにくかったりすると、はい、そういうのも含めて、えー、と数字と単位をどういうふうにこう整理していくのかっていうことを考えるとデータベースの基本的な考え方として、えー、と多分まだもうちょっとブラッシュアップが必要になってくるかなと。 思います。あと、まあ、表記の触れとかも含めてね。はいえー、なので、まあ、まずプロトタイプとしてこれでまず十分だと思うんだけど、えっと、これで、はいえー、この次のステップでどう修正していくのかっていうところは、えー、考えておくと、えー、いいんじゃないかなと。あと、はい、GitHub のレポジトリには最終的にどういうふうに置くかっていうところで、どう考えてるそうですね、一週のコメントとかでまとめてリンクと、いく。一 は弱点があって、はい、レポジトリをフォークすると一周は引き継がれないっていうのが弱点なので一周に入れておくとそのレポジトリにデータ入れたって言っても全然こう使われていかないっていうところなので実際には、えー、確定版のデータに関しては GitHub のレポジトリでいうとコードっていうところにちゃんと入れておかないとまあ意味がないというところで、はいえー、とりあえず 一緒に入れておきながら時間をかけてでも最終的にコードに移していくっていう二段構えであれば一緒を使ってもいいんだけど一緒をゴールにするというのはよくないっていうところはちょっとしついた方がいいかなはいかりましたはいで多分このスプレッドシートはえっ、ー、とこの、えー、とスプレッドシートでブラッシュアップしつつも、えー、とある程度完成版まあ完成の一歩手前でもいいんだけど、えー、になった時に、えー、CSV ファイルに一回吐き出して その CSV ファイルを GitHub のコードに置いておくと結構使い勝手がいいっていうことと、はい、あと,、えー、と GitHub の,、まあ、の ReadMe のところから、えー、このスプレッドシートを誰でも編集可能にしてその共有リンクのパーマリンクを、えー、にアクセスできるように、まあ、埋め込んでおくと多分っ、えー、と元で シェタはきちんと保存され、CSV で保存されておきながら、えー、と随時アップデートもみんなができるみたいな、そういうことが、えー、可能になるので、まあ、そんな流れがいいんじゃないかなと思います。はい。はい。他なんか逆にコメントとか、みんな。特になし。はい。はい、じゃあ OK です。 はいじゃあ次は、えー、空間デザインものづくりテ TEDX、はい、合同チームですねはいじゃあ画面共有をます直前までドタバタしてたのは見てたけど、ね、<laughs> 聞こあ見えてますはいはい,いきますはい、じゃあ行きまーすは,ーいはいえっと私たち は、えっと、空間デザイン部とものづくり部が共同で TEDX、えっと、の空間、会場空間をスタイリーを使って実際に制作してみるということをやってみたんですけど、えっと、目,目的としてはこの会場空間をスタイリーを使って制作することによって、えっと、スタイリーについて私たち自身が知識を深めて。 実際の本番のスタイル、テデックスをどういうふうに進めていくかの方向性も定めていけたらなと思って、今回のハカソンを行いました。で、役割分担としては、空間デザイン部は会場をデザインして、この会,会場をデザインするときに、スピーカーの 代表の方としてエリック先生とお話しさせていただいてどういうふうな会場をがいいのかっていうのも一緒に話し合いをしてねって言って、えっと、実際にデザインや設計図を作成してで空間デザイン部のみんなも実際にスタイルを使って空間制作することによって一人一人が 知識を深めていけるかなと思って一人一つ空間をデザインしましたでものづくり部の方は私たち空間デザイン部が作ったデザインをスタイルを使って実際に制作していただいてその時に使うロゴデザインデックス青山学院 U っていうロゴをブレンダーを使って実際に作ってもらったんですけどその時の とことをちょっととバビーに交代して話していただきます。答え。あ、聞こえてる。あ、<laughs> 聞こえてる。聞こえてる。オッケーです。はい。えっと、はい。モノづくり部としてとそのロゴの 3D デザインをしたんですけど、まずやったこととしてそのもとある ロゴの画像を背景として、えー、っと、ブレンダーの中に落とし込んで、で、それに合わせて、こう、一個一個、まあ、長方形で、こう、伸ばしたり、こう、拡大縮小とか色々して、どんどん作っていった感じなんですけど、これ今、こう、右に見えてる色付け、 なんですけどこのブレンダー上ではちゃんと色ついてるんですけどうん、うん、なんかこうスタイリー空間に落とし込んだ時にこうなかなか反映されてなくてでそれがまだこう問題点としてこう解決できてないので、うん、まあこれからはその、まあ、今回その、まあ何でね、試作品としてま作っただけなんですけどちょっとそこの色付けの部分だけうまくいってないかなっていう感じなんでそこを直していって。 いければこうち。もうちょっと物になってくるんじゃないかなと思ってます。以上かな？以上です。はい。で、えっと私たち空間デザイン部が考えた仮面ライダー空間っていうんですけど、これはただ私たちが勝手に名付けただけなんですけど、そのスピーカーとスピーカーの間に司会者を挟むじゃないですか？ でその司会者の立ち位置としてその司会者がスピーカーを紹介するときに司会者の周りにこういう「仮面ライダーの」の画像みたいにあのスピーカーの特徴的な写真とかをバーって、あのー、置いてでなんかその写真をタッチしたら実際にそのスピーカーの情報の空間に行けるみたいな。 ちょっと言葉で説明しても分かりづらいんですけど、まあ、右下のこのデザインみたいな感じがいいかなっていうふうに考えましてで実際にバビ b に作っていただいたものがこちらの作品なんですけどこれ、えっと、この下の URL からこの空間の中に実際に入ることできるんですけどちょっと重すぎてズームと一緒にその立ち上げることが ちょっと難しいかなってあとでちょっとやってみるんですけどだからちょっと今は飛ばしますで空間デザイン部が一人一つ作った空間制作としてはなんかこんな,なんですけどはい,よはいはいはいこんな感じでまあなんか初心者で何も知識ないにしてはなんか結構クオリティの高いものが作れたのかなって思っていてとそれがやっぱりスタイリーの良さの 一つであるなっていう,ふうに考えました誰にでも簡単に制作をすることができるっていうのはやっぱりスタイリーのすごい強みになるのかなっていうふうに考えております。で今回のハッカソンの成果としてはまず一番はそのテレックスの会場を作ることができたっていうこととで一人一人みんながスタイリーに触れることによって、えっと、スタイリーの使い方の理解を深めて。 えー、今後のの見通しとかかが立ったのかなっていいう,うに思います。で課題点はたくさんあるんですけど細かいことで言ったらこう字幕をどうつけるかとか光をどう動かすかとかそういう何ていうんですか、ね、なんかスタイリーを使いこなせてない部分がすごいあったのでこれからはやっぱりか、えっと、渡辺さんっていうスタイリーの制作者の方とかに質問をしていきながら。 実際の10月に向けて会場制作を進めていけたらなと思っております。以上です。はい。えっと、まず、GitHub、えー、プロジェクトに今出てきた課題点が一個一個課題としてタスクで登録すべきことがやられていないというのは何でかを。えっと、課題ですか えー、GitHub のプロジェクトの使い方って例えば課題点のスタイリーオブジェクトを詰めすぎると全重くて全然動かなくなってしまうっていうので一つイシタスクイシューを作っておくのよそれを登録しておくとでそれが例えばバ場でも誰でもマイメインの担当者は誰かってことをちゃんとアサインしてでその人が渡辺さんとかに連絡を取ったりインターネット上で調べたり自分でテストしてここまではうまくいってるからここまではうまくいかないっていう課題ベースの。 こう引ききき継ぎをきちんとできるためのものもがプロジェクトなのね<ー>なのに、えー、とそうテレックスデザインの,あのプロジェクトの方では、えー、そういう,こうきも起きている問題が一切タスクに上がっていなくて、えー、とざっくりやるべきことがなんとなく書いてあって、えー、でしかも一周になっているのが1個ロゴオブジェ作成だけかな、まあ、そんな感じで、えー、とここまで課題が明確になっているのになぜプロジェクトを使わないってこう見ている側がもどかしいっていう感じで。うん なので、えーと、そういう質問って、やっぱりその、スタイリーのサイトって、すごくドキュメントもしっかりしてると思うんだけど、そことも連動しながら、実際に GitHub のプロジェクトに、えー、と今、まあ、今日中にまずやらないといけないのは、今出てきてるこの13ページ目の課題、一個一個全部プロジェクトのタスクに登録をして、で、えー、とそれがまず誰が担当かは、最低1人ちゃんとアサインをして、えー、とその課題が、 きちんと今ここまで解決しているっていうふうに、議論が進んでいくように準備しておくのが正しい g i t プロジェクトの使い方です。そうそうそう,そう。だから ToDo にまず全部、えー、と今の課題を一個一個ノートで書くわけよ。はい。で、そこで ToDo、えー、に書いたものを今度一週にコンバートする。今この一瞬にコンバートできてるのってロゴオブジェクト作成だけでしょ。あとは青い文字になってないから、一週にすらなってないわけ。 でつまり一緒にもなってないということは誰が担当かもよく分かんないしいつまでやんなきゃいけないのかとかその進捗が時間軸で管理できないっていう,うもう本当にもったいない使い方をしているで逆にその使い方ができるとみんなが知恵をそこに集めてみんなでなんとかこの問題を解決しようってう気持ちになっていくっていうところではこうもうちょっとやっぱりこの使い方に慣れてほしいというかそれが慣れるとものすごくやっぱり次のこう知識の共有 と引き継ぎがものすごくスムーズになるので、えー、と分析まではできているのにそこの分析をちゃんとみんなに共有するっていうその今回のチームの外側の人たちに伝わらないわけで,うでそこはもすごくもったいないというところを今日今回学んだことが大事なのでそれをなるべくし今のうちに修正しておいて外の人に連絡をする時の一つの情報の集約のする場所として使っていくっていうのが、えー、といいと思います。 えー、多分他のテデックスなりものづくりと空間デザイン部のメンバーが聞いてるので今の話で理解したメンバーはとにかくみんなで手を動かしてこのプロジェクトにちゃんと書き込んで誰が担当かっていうことと今どういう状況かっていうことをちゃんと紐付けてあげるっていうことが大事でえー、っとそれができないんだったら うちの研究室としてはやっぱりちょっとレベルが足りないっていうふうに今後言わざるをえなくなっていくので今はまだスタートだから全然いいんだけどそこをみんなで共有し合うっていう癖をつけるっていうことをちょっと,、えーとえー、最初の出だしとしてはちょっと徹底していくというところで、えー、と前回去年の、えー、とこれは厳しいことを言うようかもしれないけど前回の TEDxAGU の2019年度イベントが失敗した最大の理由って多分そこだと思うね。うん 去年のみんなが抱えていた課題がチームだけで共有はされてるんだけど外の人にも助けてってヘルプが出せないし、えー、一体どんなことをやってたのかっていうことが全然整理されていなかったから、えー、その状況を教えてって言われてもなかなかそれが出てこない可視化できないっていうことが問題として抱えられていたからやっぱりイベントが失敗しちゃった、うん、だからそこはきちんとこう修正していくっていう意味でタスク管理プロジェクトとして何を 管理していかなきゃいけないかっていうとやっぱりタスク管理をきちんとしていくっていう,こうスタンスその中で、えー、とこの問題この課題こうやるべき仕事は誰が担当で、えー、いつまでやらなきゃいけなくて、えー、その作業の、えー、進捗は時系列でどういうどこまでできてどこができてないのかってことが明確にできるようなプロジェクトの使い方っていうのをもう一回こうチームで、えー、と共有していくと多分外の人にこう そのスタイリーの渡辺さんも含めてみんなに、えー、知ってもらうことができるようになります。かりましたということで、はいはい、なので、えーとえーと、なるべくみんなでトゥー o にちゃんと今の課題を分担してでもいいから入れるっていう癖をまずつけて、で誰が担当かっていうことを決めるっていうのは今日中にやっといかないと多分ね、やらなくなるから、それだけちゃんとやっといてください。はい、であと、ちなみにだこの作業って結構、えー たぶん今回、のハッカーソンでやったから一気に進んだと思うんだけど、やっぱ月1でやっていくと、また一気に進む感じがするよね。そうです。たぶん、そうそう。えっ、ー、と、まあ、エリック研を巻き,巻き込んじゃってもいい,い,いと思うしうちの、うちの研究室って基本的に外部のヘルプ、サポートを巻き込むっていうのは、あのウェルカムなので、はい、えと今回、あのエリック研も含めて、あと、あの大滝も含めて、テレックスエイのほーのメンバーって巻き込んでるそれとも古橋ゼミのメンバーだけいや 巻き込んででないですオッケーじゃあ次は、えー、ともっと積極的に巻き込むっていうことでなもう自分たちの、まあ、もちろん自分たちが抱え込みすぎないっていうところもそうなんだけどやっぱりねうちのゼミだけでやってる活動じゃないので、えー、ともっと積極的に周りにヘルプを出せるようにしておくっていうところも含めてこのプロジェクトをちょっと活用してみてくださいなので7月もちょっとテデックスはハードな作業になるのでちょっとつ来月にはもうこう えとデジタル空間でのイベントが見えてくる方が多分いいと思うので、ちょっと来月の発火ンも、えーと、これは継続した方がいいんじゃないかなと思ってます。分かりました。はいはい、あとほか、なんか TEDX 関連ものづくりなり、あれか、えっ、ー、と、馬場の TEDX の,の色が赤く作ったのに出ないっていうのも含めて、うん、えっと、まあ、多分、 それなりに多分解決はするとは思うんだけど、えー、ちょっとテクニックに問題になってるところと,、えーとまあ、単純に手を動かすところとかデザインするところとかも含めて、えー、とさっきの課題も含めてなるべく細分化しながら、えー、とこんな問題があるこんな問題があるっていうのを、えー、とスクリーンショットも含めてガンガン、えー、ちょっとトゥードゥで、えー、落とし込んでいくっていう作業をしておくと。えー その辺の出てきたタスクに対してヘルプはこっちの方でもするので、えー、何か気づいたことがあればどんどんそこを解決していくっていう形にしましょうんかリサちゃんがたきりさちゃんが、うん、えっとなんかそのスタイリーとか 3D のブレンダーとかに詳しい人を巻き込もうかみたいな話も出ていて、うん、ちょっと今その人を探そうみたいな感じになってるんで、うん で次回の「ハッカソン」とかもしその人が来れたら一緒にできたら、うんうん、そう巻き込める人はどんどん巻き込むっていうのは全然ありでこれあのねそう普段のゼミの活動もそうだし自分、えー、と3年生は今年ゼミ論書いてもらうんだけど、えー、と4年生はまあ卒論ゼミ論まあどっちでもいいんだけど、えー、とどっちにしても、えー、と来年の1月末には、えー、と自分の研究テーマを決めて発表してもらう。 っていう形で、えー、それが、まあ、このゼミのゴールではあるんだけどその時も、えー、と外部の力をに頼っっててもらって全然、えー OK えー、ですなのでプログラム書けないからプログラムそのアプリを作れないっていう判断はしないで、えー、自分が書けないんだったら書ける人に協力を求めるとか、ね。 えそう理工学部なり社長の学生でもなんか巻き込める人はどんどん巻き込んで,でプロジェクトとしてみんなで一緒にやるっていうような場を作っていくってことも大事なのでそこは、えー、と遠慮なく人を巻き込むっていうことを、えー、進めてもらって問題ないです。はい、はい、なので、えー、とちょっと、えーそうえー、エリック・ゼミも含めてテレックスメンバーはちょっともうちょい。 あの人数集めてやっていくっていう方が、なんかこのチームとしては動くんじゃないかなと思ってます。よし、じゃあこれで全部終わったかなはい。なんか全体を通してコメントとか、えっ、ー、と、来月こんなことをやりたいとか、あればリクエストも含めて、えー、あと、来月はまた古橋が課題出していくっていう形で、あ、そうそう、えっ、ー、と、いくつか用意して,してます。あと えっと、先月のマップボックスの、あの、えー、マップボックス API の、えー、マップボックスストリート VA とかのドキュメントは、えー、今日公開されたって報告来てみんなに共有したと思うけど、えっ、ー、と、あんな感じで、えっ、ー、と、世の中にどんどん生かされていく形で、えー、どんどんアウトプットを出すのを、まあ、来月もやってきます。あと、そうだな、えっ、ー、と、あと、あれ、えー、就職 関連の話もいろいろ話は来ているのでまたあのスラックで共有しますがあの、えー、といくつかの企業からやっぱりその学生とこうコミュニケーション取れるような場を、えー、期待されているところもあるので、えー、多分まあ4年生はもうだいたい落ち着いては来てるんだろうと思いつつも、えー、ちょっと進路の状況も含めてで3年生は特にねこれからインターンとか増えていくと思うけど、えー、そのあたりで興味のある学生は。 えっと、引き続き、スラックとグーフェイスブックのグループの方には共有しておきます。はい。えっ、ー、と、そうだね。今、スラックで、ババが、えー、ギター部のに課題をどんどん上げるっていう話は、どんどん進めちゃっていいです。もう、手を動くメンバーがガンガンやるっていう方が大事なので、そうそう、進めちゃってください。うん、あと、なんかあるかな。 あとあれか、えーと、今までのオンライン発カソンに参加しない学生が何人かいるので、ちょっとその辺も,辺も含めて、えーとまあえー、と就職活動落ち着いてきたタイミングで、溜まってた宿題は、えー、こなしてもらうというので、えー、そろそろ、えー、やっていこうかな。あと合宿は、えーまあよ 今のところまたスケジュールは予定通り、よこぜっていうのと、っ、えー、と多分明日7月1日付で、えーと、学外の課外活動に対する段階的な緩和が大学発表として公式にされると思うんだけど、えっ、ー、と、おそらく今聞いてる情報によると、えー、多分みんなの、えー、保護者の、えー、連絡先とか、同意が必要なんだっけな。 えー、という形で、えー、ちょっとね、やっぱりこう合宿とかを企画するにしても、一旦許可を取らないといけないとか、いろいろ書類は、えー、と例年以上にめんどくさくなりそうなので、そこはちょっと事前に、えー、準備を進める予定です。はいあと,、えーとえー、合宿そのものもどうやってこうリスクを減らしていくかも含めて、えーとまあ、最悪ねあの、また新型コロナの状況によっては、 直前に中止っていう可能性ももちろんあるっちゃあ,あるんだけど、えー、とそのあたりも含めた、えー、と安全にみんなが合宿に参加して、危ないなと思えば、発熱とかちょっと調子悪いって言ったときにすぐにキャンセルできるようなことも含めて、えー、とちょっとその辺のルールを確認、たぶ多分明日出てくる情報を元に確認していく予定です。はい、他か何かありますか、はい、?OK。 じゃあ、えっ、ー、と、ちょっと1週間、長丁場ではあったと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、それなりにやっぱり成果が出てくるっていうところで、えっ、ー、と、メディウムの中身を確認しつつ、えっ、ー、と、GitHub の中身を確認しつつで、こっちの方でも確認をしていくので、まあ、適宜コメントしていきますけど、えっ、ー、と、ちょっと今回の経験を踏まえて、えー、みんなで一斉に何かの作業をしていくときの仕事の割り振り方とか、そのときの作業状況の共有の仕方っていうところで、えっ、ー、と、 古橋が出している GitHub プロジェクトをもっと活用してやるにはどうしたらいいんだという視点も含めて、えー、ちょっと賢く使ってみてください。で、それに気づ使い方に気づくと、多分あのこの先のこう仕事の仕方というか、作業の仕方のちょっと質が変わってくると思います。はいなので えーまあ、今回はあのうまくいかないところも含めてがハッカーソンだとは思っているので一、えー、回経験したことを次こうさらに上のレベルを目指していくというところでは、えー、もうちょい、えー、GitHub プロジェクトと一周、えー、と,とか、えー、あとまあ特に、ね、あのユースマッパーズなんか HTML も含めて、えー、と GitHub の管理の仕方そのものをもうちょい、えー、極めていくと、えー 面白いことになってい,くんじゃないかなとと思いいます。というか、まあえー、とこの経験をあとあれね3年生は忘れずに来年の就職活動した時に学大学でどゼミでどんなことやりましたかっていう言った時の質問の、えー、と答えの一つの選択肢になんかこの企業に GitHub の話したらウケるなと思ったらもうガンガン使うネタとして使わないともったいないし、えー、そこは、えー、このやってることの価値をちゃんと理解しておいてください。 じゃあ、特になければここまでにしましょう。えー、と来週はまた、えー、といつも通り、えー、と各サークルごとの進捗というか、全民内サークルの活動の報告をして、えー、もらう予定です。はい。じゃあ、えー、特になければ終わりにします。お疲れ様でした。終了。